なるほど。今もこの作品は批判されてるのか。大体理由は分かったけど。あ、皆さんこんにちは。今さら、獣フレンズ2を全話見たフラミーです。今日は獣フレンズ2の感想。まずは感想からです。と思っているのか。すみません。まず、炎上した理由から説明します。主に僕が知ってるのはこの4つです。まず1つ目は、第1期の獣フレンズの監督である、辰木監督を外したところです。これを見ればわかりますが、辰木監督は突然、獣フレンズの監督を外されました。実は僕はまだこの時は、獣フレンズの存在を知らなくて、これは詳しくはわかりません。すみません。いつか調べます。二つ目は、G ロードランナーのシーンです。G ロードランナー、ジャンは獣フレンズ2の7話に出てきたプロングホーンと行動を共にしてる生意気な場面も少しあるけど、可愛いフレンズです。で紹介は終わり、早速問題のシーンを見ていきましょう。このシーンは、キュルルがチーターとプロングホーンの走ってる絵を渡し、その絵を G ロードランナーちゃんが見てるシーンです。この、僕の言い方で勘のいい人は気づいてるでしょう。実はこの絵、G ロードランナーちゃんが映ってないんです。第1期には、獣はいて獣はいない、と言ってるにもかかわらずの獣作っちゃってるのが問題点ですね。次です。次はイエーヌちゃんのシーンですね。これも自分は炎上した理由に共感しました。イエーヌちゃんは、獣フレンズ2の9話に出てきた、人思いの優しくて可愛いフレンズです。で紹介は終わり、問題のシーンを見ていきましょう。これは、イエーヌちゃんがビーストから、キュルルを守ってるシーンです。ここは、フレンズの人を守ろうとする、勇士が伝わるっていう、人がいると思いますが、次の場面を見ると一気に、クソ界だという気持ちで、いっぱいになります。それがこちら、画像だからわかりにくいけど、これは命をかけて、守ってくれた、イエーヌちゃんをほったらかしにして、サーバルを褒めてるキュルルのシーンです。しかも、その後一人で、イエーヌちゃんを傷ついたまま、家に帰らせました。視聴者はみんなこれでキュルルはクズとか、言ってますが、この脚本を描いた、人の方がヤバいと僕は思います。次です。次はビーストのシーンです。僕的には、これが一番ヤバいと思いました。ビーストはいろんなエピソードで出ますが、問題のシーンがあるのは、12話の最終回です。ビーストは完全に、フレンズになれなかった動物で、簡単に言うと、人型の野生動物的な感じです。で紹介は終わり、早速問題のシーンを見ていきましょう。はい、こちらです。今でも泣きそうなくらい悲しいです。これは、キュルルが助っ人としてビーストを連れてきましたが、建物の崩壊の時、ビーストを置いていくシーンです。自分が連れてきたフレンズを置いていくんだ、と見てる時思いました。以上、これが僕の知ってる獣フレンズ2炎上理由です。ちなみに、獣フレンズ2の評価はこんな感じです。感想は絵柄は可愛い、ストーリーはダメダメ、です。次の動画はへのリクエストか、解説動画どちらかを出します。では、また会いましょう。